きです。1987年4月13日です。 B 型です。お羊座です。チアキスの経営をしています。黒と白とピンクです。今はクレドポーボーテです。ずっとインスタグラムはしてるんですけど、インスタグラムだけじゃなくて、YouTube で長い動画とかも配信していけたらなと思って始めました。美顔器なのかわからないんですけど、リファのグレイスヘッドスパがすごくいいです。月1回ぐらい。気分で買えるんですけど、今はオルパレックスっていう、なんか海外のお友達から送ってもらったシャンプー使ってます。午前中がメインですね。好きですけど最近行けてないです。4から6時間ぐらいです。運動するときは2から3リットル飲むんですけど、運動しないときは1リットル飲むか飲まないかですね。ご飯派、今は炭酸水が大好きです。明るいカラーのカラーファッション、夏メロ、お肉、しょっちゅうあります。白米派、メイクをちゃんと落とすこと、お水をたくさん飲むように気をつけてます。お肉と酸っぱいものと漬物が好きです。野菜炒め、今はクレドポーボーテのクレンジング使ってます。はい。たるまないこと、ワーキー25センチ、サプライズのお誕生日パーティーを開いてもらえたことです。ザラとかユニクロとか、たまに食べます。すごい甘いもの好きだったんですけど、最近甘いものいらないって感じなんですよ。酸っぱいものがいいって感じで、なんか酸っぱいものとか辛いもののスイーツ食べてます。超朝型です。使うのですけど、なんか部分部分に使います。なんか B 級も大好きだし、なんかおしゃれなとこも大好きだし、選べないです。普通です。あるんですけど、明日とか来週のことで精一杯で、なんかそこまで深く考えてないです。時間にルーズにならないこと、
カールトン大阪とパレスホテル東京ですかね。清潔感、気分によりますけど、やっぱ昔聴いてた曲とかはよく聴きますね。はい、中もちゃんと見やすく清潔にすることです。はい、これ気に入って2回連続これしてます。フレンチのキラキラ、はい、ハワイです。あるんですけど、ハイズですかね。日本だと琵琶湖と白浜と奥池っていうところに一つずつあって、でハワイに2つコンドミニアムがあります。やっぱ近くて行けるのは白浜とかが気に入ってますね。ハワイも大好きです。その子によって得意なことが違うから、得意なことを見つけて伸ばしてあげるようにしています。1時間ぐらいかかります。ホールシェリーとエプソムソルトと、なんか最近ゲルマニウムなんちゃらっていうのも入れてます。月に1回、柳川クリニックに行ってビタミン導入していただいてます。食べます。いっぱい食べたら気持ち悪くなるんですけど、いっぱい食べちゃいます。それも気分で変えてます。かなり少なくて、本当にミニマリストだと思います。夏です。見ないですね。毎日納豆とお酢は食べてます。多分マトリックスだったと思います。ザラとかがすごく多くて、でなんかよそ行きっていうか、お出かけ用はディオールとかフェンディとかたまに買います。もうめっちゃあります。背が低いとか、もう言い出したらキリがない。レザーのシャネルのセットアップです。最近なんか自粛中でお買い物を全然してないんですけど、ネットで何か買ったやつですかね。ちょっと忘れました。妹がいます。ドッキリ企画とか突撃企画やってみたいです。シンプルなファッションが好きです。ナチュラルメイクが好き。アレクサンドル・ドゥ・パリのヘアクリップとか大好きです。今はルイ・ヴィトンとかシャネルが好きですね。結構たくさんあるんですけど、トマト、セロリ、青魚、赤身の魚、臭いものは全部食べれません。ハリー・ウィストンです。
20分から30分ですかね、多くても。YouTube 見てます。そこまで敏感じゃないです。ダイソンのドライヤー使ってます。日常とルーティーンを変えないことで落ち着きます。晩餐館とリシェスです。撮影楽しいですけど結構細かいんで大変ですね。けどすごく綺麗に撮っていただいてます。いつも歌とか見てて、お友達とか知らない人とかがすごく綺麗だったりするので、そういうので自分も原動力になっています。はい、毎日愛車はちっちゃいベンツですかね。食べることです。なんか人間ドックみたいなのを受けてないんですけど、それぞれに受けてます。ハリーウィストのとこ、寝室に入ったとき、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。